こんにちは、オミチャンネルです。今日は、つい先日ですね、神奈川県の大和市でなでしこの OG が、集まって、毎年やってるイベントなんですけども、子どもたちにスクールをやってあげて、あと試合もやってという、すごい暑い最中、OG の方たちも子どもたちも頑張ってくれて、なかなかいい盛り上がりを見せてました。やっぱり大和市というところはすごく女子サッカーに力を入れてて、やっぱり女子のサッカーも火を灯し続けようということで毎年やってるイベントなので、私見に行ってきました。非常に中身のあるいい、イベントだったと思います。ちょっとお店さん質問いいですか、はい、まずちょっと一つ目が、女子サッカーの人たちって大体その年齢としては何歳ぐらいとかで引退される方とかが多いんですか？そうね、もちろん男子と同じで人それぞれはあるんですけど、はい、女子の方が意外と男子の引退よりは持つんじゃないかなという印象はありますけどね。早いんじゃなくて、もしかすると本当人それぞれなんだけど、彼女たちの方がやっぱり体をいたわるっていうか、現役時代は大事にする男子よりも、じゃあ平均年齢は高いですか？そうですね、日本代表女子の場合は男とちょっと違って、結婚どうすんのとか周りがね、本人もそう思うかもしれないけど、やっぱり適齢期こうしてまでサッカーやってると、大体親が心配するんですよね。そうですよね、でも好きなサッカーをやめて結婚っていうよりも、ちょうど現役引退ぐらいで、彼ができて、それでめでたく結婚したみたいな話もあるし、ただ彼女たちはやっぱり若いうちは20代そうだね、真ん中ぐらいまではもう逆に言うとサッカー一筋の子が多いですよ、男に目もくれないっていうか、なんか女子サッカーの人ってあんまりなんかよくある、例えばバレーボールとかだと男子バレーと女子バレーのとか、ビーチバレーとなんとかとか聞くんですけど、サッカーって女子の人ってあんまり男性のサッカーの人となんかカップルとか結婚とかも聞かないんですけど、なんでですか？同じサッカーやってるけども、一緒に試合したり、一緒に飲み食いしたりというチャンスはまずないので、意外と出会いが逆にないということと、多分男の方主体に考えると、サッカーで疲れて、どっか彼女とどっか行きたいな、デートしようかなって思った時に、やっぱり街の中へ出かけて探しますよね。その時に女子サッカーの人たちはそういうところにうろうろしてないですよね、まずね。女子の立場からするとよく分かんないけども、日本の最近の J リーガーたちはやれ芸能系だったりモデルさんだったり、CA だったり、かなりこうなぜか面食いの子が多いんですけど、女子サッカーの子たちはやっぱり女子は違うでしょうね、もっと堅実な男、彼女たちの方が嫌だ J リーガーなんかっていうのもあるかもしれないですよね。あるかもしれないですね。ただ家の中でオフサイドの話をしててもあんまり夫婦面白くないし。それは、はい、そうかもしれないですけど、同業者をお互いに選ばないっていうのはなんとなくだろうけど、あるんじゃないのかな。じゃあ結構やっぱり一般人と結婚される人が多いんですか？そうですね。どっちかっていうとその男性の方のサッカー界よりも女性の方がなんかその引退後のそのキャリアというか人生でその業界の仕事の数ってなんか圧倒的に少ないイメージがあるんですけど、やっぱり女子の方が引退後ってそのサッカーに関わってやっていく人って少ないんですか？携わるというとやっぱりこう人数的には、やっぱり需要が少ないでしょうね。男子でもまだ言えるけども、じゃあ指導者として勉強して子どもたちを面倒見ていこうかっていう
意思があっても、うん、それに対して例えばプロのクラブがきちんとじゃあお金払いますかっていうとそこまで行ってないので、うん、で町のクラブでは本当にパートになってしまう、うん、だからパートとパートをやってるような、うん、つなぎでね、うん、そういう感じの子も多いと思います。そうすると結構あれですよね、その引退後のまあ俗に言うなんて言うんでしょう、潰しというか、うん、あちょっと聞かない、そう聞きづらいですよね。ただね、僕は女子の今回は OG のイベントだったけども、例えば女の子の小学生を指導するとか中学生を指導するとかって言った時に、まあ、もちろんなでしこレベルの話ではあるんだけども、指導はね女性うまいですよ、まあ、基本的に。それはね、いつも俺は女の子の指導を見てて、やっぱり子供の馴染み方、入り込ませ方、扱いがうまいんですか、ね、やっぱりその導入がうまいっていうか、はいはい、やっぱり女の子は女の人に教わった方がうまくなるかもなって言って見てたことありますね、はいはい、うん、だから本当はその女子のサッカーを盛んにするには女子の指導者をやっぱりこう増やしていくことは大事だと思うし、例えば日本サッカー協会が指導者増やさなきゃねって言ってもやっぱりそこの手当の問題ですよね。それが民間の方にも分かっていただくためにも、まあああいうイベントっていうのは続けていかなきゃいけないだろうし、まあ大和市だけじゃなくていろいろ全国でやってますけど、まだ男子に比べたら全然少ないんでね。なんかそのちょっともう少し世代上になっちゃうかもしれないんですけど、女子サッカーでいうその女性でそれこそ何て言うんでしょう、セルジオ越後さんとか川淵さんみたいな結構重鎮っぽいような女性の OG っているんですか。いややっぱり歴史が浅いんで、はい、重鎮っていうかこの人がもの喋ったらきっとみんな耳傾けるだろうなって、例えばみんなが分かりやすい澤穂希が、はいはい、女子サッカーに何かこう提言したり、はい、何かそういう職に就いたらそれはやっぱり説得力は違うでしょうね、うん、まあ、あんまりいないんですか今は。そうですね、いないですね。わかりました、ありがとうございます、はい、そしたらじゃあ美さん今日も〇〇に物申すわ。じゃあ誰に物申す？そうですね、女子サッカー、おみさんの誰でしたっけ好きな人。好きな人誰でしたっけ、まだ元気です、元気ですけどね、はい、もうその人にしましょうか。モノモス、モノモスというかメッセージを、はい、僕とは会ったことないんですけど、実は直本ファンで、私は前に1回ぐらいちらっと言ったことあるかもしれないけど、はい、ボランチのポジションでなかなかいいプレーしてた印象があるので、ぜひ代表復帰して、将来 OG になったら女子サッカー界に物を申してください、応援してます、よろしくお願いします。美さん飲みに行きましょうとかのお誘いじゃなくていいんですか。いやまだちゃんと会話したことないので人を介して誘うしかないですね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい。